はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使トレジャーボックス特典シナリオ対狩猟乱石の三成プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回はですね、足利将軍家を滅ぼして、ご覧の通り機内一帯は石田領で、占められたという状態になります。で、東側関東の方を見てみると、まあ、まだまだ群雄割拠しているかなというところなんですが、西側を見てみると、四国から中国地方一帯にかけてほぼほぼ全域を長宗我部が占めているという状態になってますので、今回はこの長宗我部を、減衰させていくということをやっていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、まずは何はともあれ宣戦布告ですね。長宗我部に宣戦布告をしていきましょう。我が妻お見せしましょう。で、前回はですね、足利将軍家あっさり倒してしまったために旅行の話ができなかったんですが、実は、先日またタイの方に遊びに行ってきまして、タイの方から戻ってきているんですが、まだタイシンガポール、12月に行ったタイシンガポールの旅行の話が終わっていないので、ちょっとその話を先にしておきたいなと思うんですが、タイとシンガポールに行った時の話はね、今後していくにせよ、まずは何はともあれタイで、あるいはシンガポールで何してきたのっていうところからね、お話をしていきたいと思います。まあ、タイ、シンガポール、ここまでマリーナベイサンズに行ったりマーライオンに行ったりとかっていう話はしたんですけど、今回はですね、マリーナベイサンズからも歩いて行ける距離にある1周30分ぐらいかかる超巨大な観覧車持ってきたんで、ちょっとねそのお話をしていきたいなと思うんですが、その前にちょっと出兵だけ先にガリガリ入れておきましょう。進むぞ。進め。進め。さあ、これで総勢15万ぐらいの軍勢になるかな。4体一気に進めていきましょう。で、シンガポールフライヤーっていうのは、あのマリーナベイサンズがあるベイフロントエリアにある本当に巨大な観覧車になるんですけど、これがね1周、大体30分ぐらいで、観覧車って前行っても2人とか4人とかぐらいで乗るものをイメージされると思うんですけど、これはですね、もう大きなトラムの中にそれこそ10人単位で人を詰め込んで1周回るような感じになってます。で、今回はねそういうオプションはつけなかったんですけど、そのトラムの中でご飯も食べられるっていうね、それくらい大きなトラムの中でさらに1周30分とかかけながら回っていくっていうものになってるんですけど、今回はねその様子をちょっと画面の中で出しながら見ていきましょうか。ちょっと待ってくださいね。これで、あとは対決するところが重要になるんで、どこで対決するかですね。まあ、もちろん負けるわけにはいかないんで、これにて表情を終わります。楽一楽座か、策がございます。あとは明智頭突きですね。まあ、できるものからやっていきたいんですが、明智は無理か、楽一楽座も無理。そうなるとお金系のところでやれることをやっておきましょう。で、決戦の場所がどこになるかなんですけど、どうだ、これだとこのまま行くと完全にもろもろ後手後手に回る戦いぶりになるな。まあでもしょうがないね。どうしても敵に攻め込むとなると敵に陣を取られた状態で、戦闘が始まるというのは常ですからしょうがないですね。で、朝廷に金を献上しなきゃいけないと、これで賛議に任じられると。ちょっと待ってくださいね。これ見るとものすごい数の長宗我部軍が集結してるのは8万か。手を打ちましょう。8万で
戦うの？手を打ちましょう。8万はきついな。進め。いや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 、長宗我部軍マジででかいな。一旦光秀は軍を引こう。いや、軍を引くのではなく、手を打ちましょう。どうする、合算戸田城あたりに兵を進めちゃう。進め。囲め。だ。先月の終始でね、一周、まあ、またね、ちょっと旅行の話とゲームの話を行ったり来たりしちゃうんですけど、一周30分かかって、こうシンガポールの、まあ、昼間だったらね、かなり遠くまで見れるし、夜だったら夜景が楽しめるっていうものなんですけど、ものすごく綺麗でしたね。で、女の子と同伴で行ったんですけど、まあ、すごく嬉しそうにしてたんで、これも良かったですし、やっぱりね、タイの女の子もいわゆる SNS 受けするようなもの、例えばタイだとやっぱり Facebook とかがね人気があるみたいなんですけど、 Facebook 受けするような動画あるいは写真をいっぱいバシャバシャ撮ってましたね。で、さっきお話したように、おっと天神山が囲まれてるじゃないか。天神山は奪われたくないな。報告いたす。先月の収支だ。金もないということ。そしたらまず金を確保しましょう。兵糧を売って金を確保して、でそっからなんですけど、まずは北条との同盟を回復しておきましょう。承知した。おっと、北条とは同盟が結べない状態になってるか。北条とは戦いたくないけどしょうがないな。でだ、天神山が危ないんで、勝家の軍を天神山に急いで差し向けましょう。で、総敵はこのまま岡山城を囲む。続け。いや、方々できつい戦いになるな。いや、侮ってたね。本当に強いわ、長宗我部軍。軍勢の数が多い。口惜しきことよ。天神山が奪われたか。しょうがないな、取り返しましょう。で、信近が相手か。ここの合戦は勝利しておきたいな。元就とかが入ってるの、敵は。いや、油断ならないな。俺の力見せてやろう。陣はこっちが持ってるんであれば、でいいね、神出鬼没でいきましょう。行くぞ。まあ、敵が迫ってくるのを待つ感じですね。ちょっと敵の兵装見てなかったけど、鉄砲隊がいっぱいいるとかそういうオチはないよね。それくらいかな、心配なのは。敵の居所知れました。逃れられぬぞ。やりたい。前へ。
策のある者がいるようです。ゲチ、覚悟せよ。ロゴリ様、お聞きくだされ。策がございます。その首もらい受ける。ご命令を。始めるぞゲチ。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めよ。これにて幕とさせていただこう。ここはしっかり勝つために慎重に戦わないとな。なんといってもこの後長宗我部軍8万とかが控えてますからね。やりたい。前へ。ゲチ、始めよ。ご命令を。覚悟せよ、ゲチよ。始めるぞ。突き崩せ。ゲチよ、始めよ。この命尽きようと貴様を撃つ。いや、長宗我部軍20万か、めちゃくちゃな数動員してきたよな。俺に逆らう。始めるぞゲチよ。始めるぞゲチよ。覚悟せよ。逃げないのなら仕方ありませんね。ロゴリ様、お聞きくだされ。突き崩せ。我が策これに。時には大陣を1個失ったとしても、ちょっとここはこの数的優位を維持して戦いましょうか。名誉、覚悟せよ。僕の手じゃ見せてやる。やりたい。前。切り込め。これが新しき戦、新しき天下よ。我が策ご覧くだされ。結構苦戦してるな。思ったより全然苦戦してるな。もうちょっとあっさり敵を壊滅させられるところがいくつかあるかなと思ったんですが、全然苦戦してますね。もちろん敵も強いんで。始めるぞ。貴様が望むは苦戦はするとは思ってたんですが、陣を持ってる割には苦戦してるな。一撃、すべてをかける。放て。やりたい。前。さあどうする。ちょっと全然わからない感じになってきてるな。一体ずつ、そうは言っても覚悟しろ。削っていくしかないんで、それは削っていくとしてもだ。この策、敵の裏をかきましょう。先に一体まずは確実に削るか。この一撃、すべてをかける。掴んだ勝機、逃しはせぬ。放て。やりたい。前。ここで長宗我部ご覧くだされ。信近自ら出てきたね。逃しはせぬ。突き崩せ。負けてやる気はさらさらねえぞ。と壊滅させられることができる部隊があまりないんだな。真雲を決する時、繊維ゲージは押されているな。勢いは勝っているものの、これはどういうことなんだ。今こそ真雲を決する時。この首、この手でいただくとしよう。一旦引くぞ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。策のある者がいるようです。
行け。ご命令を。覚悟せよ。ゲッチよ。始めよ。始めるぞ。この一撃、すべてをかける。せっかくノブチカ2000程度の少数でこちらに出てきてるんで、ここはしっかりノブチカ狙いの標的を変えましょう。策のある者がいるようです。で、元就は何？鉄砲？元就鉄砲か、邪魔だな。元就の鉄砲でだいぶ信長の士気が削られる可能性があるので、それは避けたいですね。始めるぞ。おどし、お聞きください。信入れは一旦引きましょう。おっと、用心だと思ったら魚でか。時は今、力を合わせよ。あと宮瀬も危ないな。この辺りの部隊が改装すると、まだでかい戦意的に重要なのに。一旦引くぞ。先に信秀より先にこのままでは。まずいな。お聞きくだされ。覚悟しろ。引こう。で、三宅隊も、三宅隊は引くに引けないな。場所がない。しょうがないな。三宅隊はもうこのまま勝利をつかむ。やられてもらうしかないな。仕方ねえ。今は守るぞ。突き崩せ。正々堂々勝負せよ。これにて幕とさせていただこう。今こそ雌雄を決する時。時は今、力を合わせよ。奥の手じゃ。いや本当に押せないな。この一撃全てをかける。敵の居所知れました。矢を放て。今は引こう。一旦引こう。放て。そしたらもうちょっとね、このごったに状態になってるんで、信近を討ち取ること、あるいは、完全に撤退させることに重点を置いて、戦略を戦術を練り直しましょう。その首、この手でいただくとしよう。放て！巻き返す。今は引くぞ。やりたい。前へ。いや、信長が危ないよ。本当に信長が危ない。どうする？信長を交代させたいけど、信長の交代も難しいな。まずいな。これは負けるぞ、この戦い。行け。何がまずかったんだ。今こそ雌雄を決する時。正々堂々勝負せよ。いやー、やられるな。信長が逃げ切れないでしょこれ。今は引くぞ。攻めよ。信長が改装する。惜しかったな。もうちょっと信長が持ちこたえてくれれば、全然いけてましたね。となると残り1000になっている信近の軍をゼロに減らすのを最優先に考えましょう。敵の居所知れました。村重隊も改装したか。ゲチ、覚悟しろ。なんかいい戦いっぷりじゃないけど、しょうがないな。信近があと1000、これ削り取れるかどうかだな。覚悟なき者に負けはせぬ。今ぞ放て。汚名を注がん。放て。策がございます。毛利勝長もちょっと危なくなってきてるね。策がございます。我が覚悟お見せしよう。正々堂々勝負せよ。この一撃貴様にかわせまい。我が覚悟お見せしよう。撃て。あ
信長の戦線復帰もちょっと望めないな。今は引くぞ。始めます。我が力思い知るがよい。その首この手でいただくとしよう。放て。好機。行く。戦はこれからよ。お覚悟願おう。覚悟せよ。戦はこれからだ。いやこれ超速影かなり手こずるぞ。この先もこんな低堕落だと。やりたい前へ。戦はこれからだ。隙を見せた。策がございます。この命尽きようと。貴様を撃つ。これにて幕とさせていただこう。この戦これからぞ。勝長が撤退か。まあこれはしょうがないよね。勝長自体の兵はもう勝つだったんで。行け。まあ、とりあえずこの初戦に勝たないとね。天神山取られてますからね。これが新しき戦、新しき天下よ。放て。敵の居所知れました。ご命令。覚悟しろ。我が力思い知るがよい。この一撃。いや超速化でこれきついな。この一撃貴様にかわせまい。巻き返すとしよう。撃て。まだ負けてはおらぬ。巻き返そう。策のある者がいるようです。この策で勝利をつかむ。その首この手でいただくとしよう。我が策これに。我が策これに。正々堂々勝負せよ。さあ信近はあとどれくらい兵は。まだ600残ってるんだ。結構残ってるな。これが新しき戦、新しき天下よ。変にね先鋒を打つとその場にとどまったり違う相手に先鋒を使っちゃったりするんで、もうここまで来たら信近残り500なんで、信近だけに火力を集中しましょう。攻め込むぞ。策のある者がいるようです。この策で勝利をつかむ。この一撃全てをかける。我が力思い知るがよい。練り上げし我が部徳富よ。俺に逆らう者に死あるのみ。やりたい前へ。今は引こう。これからぞ。さあ泥試合になってきたら、この泥試合終わらせよう。勝負せよ。今こそ雌雄を決する時。逃がすなよ。敵を制すは我が軍略よ。まさか敗れるとは。一旦引こう。容赦はせぬぞ。我が力思い知るがよい。追って追って。残り150人。知れました。100切ったね。よしこれでなんとか全軍撤退に追い込んだけど、いや損害も大きいな。干渉したいところでこの損害だもんな。俺に背くことは許さぬ。
かたじけない。さあ勝家と森近、ここで勝てないときついね。2万対2万、これは願ったり叶ったりだぞ。勝機はこちらにある。十分に勝てるチャンスあるね。浮田秀が鉄砲隊、この数が1151。よし、これなら十分に勝てるぞ。問題はどういう陣形でいくかだな。おとり挑発で戦おう。これに勝てれば本当に全然変わるぞ。国近が先鋒、その次に鉄砲隊の浮田秀家、森近大将は最後方に控えるか。まあ、当然の陣形だな。よし、そしたらここで確実に勝つためにおとり挑発を使った部隊で敵の部隊を一体一体ずつ袋叩きにしていきましょう。味方の迫力の陣の懐の中に敵を誘い込む。敵の居所知れました。おとり挑発が決まるまでは始めよう。あと2ターンあるんだな。敵の居所知れましたな。命を覚悟せよ。命を始めよう。下地を始めよう。覚悟せよ。始めるぞ。ゲチよ覚悟せよ。ゲチよ始めるぜ。お、もう出番か。矢を放て。敵の居所知れましたな。よし、おとり挑発が決まったぞ。敵もおとり挑発かい。ご命令ください。ゲチよ、お、もう出番か。始めるぜ。始めるぞ。我が策、これに。我が覚悟、お見せしよう。いざ進まん。ゲチよ、覚悟せよ。命を始めよう。始めよう。敵の居所知れましたな。今が好機。好機は今ぞ。やりたい。前へ。戦ってる部隊が今こちらの方が多いんで、この隙に敵を1体でも2体でも確実に確実に覚悟しろ。お、もう出番か。この策で削っていきましょう。勝てるはずだぜ。ご命令を。始めるぞ。覚悟せよ。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。始めよ。我が策、これに。時は今。力を合わせよ。我らが力示すは今だ。矢を放て。切り込め。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を。さあ始めようか。この一撃全てをかける。かかれ柴田の面目役所よ。いざかかれ。本当にこの戦いで思い知るがよい。
長宗我部戦の前半が決まると言ってもおかしくないんで、ちょっと真剣に頑張りましょう。今力を合わせよ。我らが意地見せてくれようぞ。敵の居所知れましたな。あなた中央食らったが、今は引くぞ。叩き潰せ。踊り挑発の打ち合いっていうのがまた笑えるような。ゲチを始めるぞ。この策で勝てるはずだぜ。さあ始めようか。始めるぞ。ゲチを覚悟せよ。始めるぞ。さああと2センチ、浅はかな2センチを1センチにしてさっさと削っていきましょう。一旦引こう。一旦引きましょう。まず改装した部隊のうち東堂高虎は浮田秀家の追撃に当たらせましょう。ご覧くだされ。かかれ柴田の面目役女よ。いざかかれ。愚か者には死あるのみ。ここは引きます。さあ7万、まあ8万か、8万の敵軍をこれで追い込めれば、あと1ミリ、あと1ミリ追い込もう、追い込もう、追い込めないか、あと1ミリが追い込めなかったね、あと1ミリが追い込めなかった、惜しかったな。さあ次、改装しそうな部隊いるかというといないよね。浅はかな。矢を放て。おとり挑発の打ち合いが始まったの。お、ただここでよし、国近が撤退したな。いや改装したな。これで決まる。いやちょっとワキワキしちゃいましたね。いや8万の軍勢相手にするってなるとね、ここで負けると一気に蹂躙されますからね、領地を。さすが勝家、よくやってくれた。天神山を奪還しよう。かたじけないことです。はい、というわけでちょっと時間がね30分経ちましたんで、長宗我部軍、まあ、約総勢20万ぐらいの軍勢ですかね、戦闘を繰り広げていますが、頑張って、やっていきたいと思います。というわけで、ちょっと今回は前半旅行の話をのんびりしようかなと思ったんですが、長宗我部軍が思ったより強力であまり旅行の話もできなかったんですけども、次回はねもうちょっとゆとりのある戦いができるように頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。